バルスドルフは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバーフランケン行政管区のバンベルク郡に属する町村である。バンベルクの西約10キロメートル、アウラハ川の渓谷に位置する。この町は、公式には5つの地区からなる。このうち、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。 バルスドルフの名を挙げている最も古い文献上の記録は1317年に記されたビュールツブルグの最も古い土地台帳である。この土地はロイタースハイム・フォン・リスベルクのワンベルクのホードになった。この土地はその後1399年にトゥングフェルトの領主の支配下に入り1524年にはボルフ・フォン・クレベルスハイムに条とされた。 特に1525年以降のクライルスハイムの知性はこの村の形成に重要な働きをなした。宗教上の所属を定め、村の構成を整え、村は市場の開催権を持つ主体が暴ルた北部の裕福な村として繁栄した。やがてこの村の領主は宗教改革の支持者となり、マルティンルターがボルムスへ向かう際、その警護を務めた。家臣もこれに続き、 プロテスタントの教理を受け入れたため、バンベルクの司教本部と何十年にも及ぶ争いが始まった。こうした歴史は、現在でもカトリック信者が圧倒的な周辺地域に対し、高い割合のプロテスタントルター派信者がいるという人口構成として影響を与えている。クライルスハイム男爵の独立した騎士領は1806年にライン同盟に加盟したことで、 バイエルン領となった。しかし、1848年に封建制度が廃止されるまで、この村はクライルスハイ向けの所領であり、保護、非保護の関係は、1964年をはじめに解消されるまで続いた。1978年5月1日に、それまで独立した自治体であったコルムスドルフとエアラウトが自発的に合併した結果、バルスドルフとなった。 同時に、バルスドルフは、近隣町村の主ガウラ派、リスベルク、プリーゼンドルフと、行政共同体を形成したが、1979年12月31日に、この共同体は解消された。1980年1月1日からは、主ガウラ派とバルスドルフだけからなる、主ガウラ派行政共同体を形成している。この地域の人口は、 1970年1412人、1987年1695人、2000年2461人であった。主張はマリオボルフである。ありがとうございます。